ビリー・ウィンは、ネバダ州ラスベガス出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のグリーンベイ・パッカーズに所属している。ポジションは、ディフェンシブ・エンド。ボイス州立大学では2年次より先発となり、44タックル、6サックを挙げた。9月3日のオレゴン大学戦では、ル・ギャレット・ブラントにエンドゾーン内で、タックル、セーフティを挙げた。3年次には28タックル。 4サックを挙げて、オールカンファレンスに選ばれた。4年次にも33タックル、3サックを挙げて、この年もオールカンファレンスに選ばれた。2012年の NFL ドラフト6順で、クリーブランドブラウンズに指名された。第12週のピッツバーグスティーラーズ戦では1、インターセプトを挙げた。この年、26タックル、1サック、1インターセプトの成績を挙げた。 ブラウンズ時代2015年9月11日にインディアナポリスコルツにトレードされた。しかし12月21日に IR 入りしシーズンエンドした。2016年7月31日にデンバーブロンコスと契約した。2017年5月3日にブロンコスと契約延長したがプレシーズンゲーム初戦で全十字人体損傷の怪我を負いシーズンエンドとなった。 2019年4月22日にブロンコスと再契約したが8月4日に IR 入りした。2020年3月5日にブロンコスから放出された。2020年9月16日にグリーンベイ・パッカーズと契約しプラクティススクワット入りした。9月26日のニューオーリンズ・セインツ戦の前にロースターに昇格した。12月9日に IR 入りした。 ありがとうございます。